うたようた。これはおゆえからのお手紙か。なになに、本11日美濃下国高田の馬場にて村上正左衛門と果たし合い、何とぞご助せよ。ばあさん、今何時だ。剣で遅れは通らないが、酒で深くを取ろうとは王子の助立ち安部が飲むわ飲むは酔いざめひしゃく水高田の馬場へ引いた走り。通りすがりの娘子に借りたしごきをたすきがけ、見事おじごのあだを打つ赤いしごきが縁結び、くどき落とされあこかん、織部の家の婿となり馬回り役で、親父殿、たとえ死んだ者だとて禄を受ければ赤穂藩士松の廊下での殿のご無念晴らすのならば、連番状の親父殿のその横に安兵衛に申させてくだされ。鉄板を困難真空の苦しいわす、やっとうちりきらやしき家事装束の袖口に堀部織部安部竹常とずっとさらしが愛じるし、鎖片びら黒こそで愛と取材屋の王たちを刺した腰には鎖帯、かぶと付きのその中にゃ女房子の黒髪を入れた命の守り札、弱い77歳の舅弥兵衛の後追い、雪を踏みしめやすべがさあ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 
さあ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 と目指すは本領ああ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 あ松坂町のんべ安兵衛喧嘩安の安兵衛が平戸の相手の最後の大喧嘩邪魔だけするものならば容赦はせぬいざいざ参る悲願一年十ヶ月ただはキラ殿ただ一人山と川との合言葉超えよう声を掛け合い安部が潤は修座やろう長かった